今日はどんな動画作ろうかなって悩んでた時に、まあ、YouTube の本の、YouTube のノート開けてみたら、めっちゃ難しい日本語が書いてあった。なんか多分何かの小説読んでた時に分からない言葉ここに書いてたと思うけど、M 振り書いて、読もうとしたら、ほぼ分からない。まあ、一図ぐらいは分かるけど、でもそういえば一図の漢字は分からないね、俺。つかめるは分かる。だから、この言葉ちょっと忘れないように、頑張って今日の動画に使おう。12の日本語の単語頑張って動画で使う。結構屈強とか屈強とさ意味わかんなくない？もうほぼ辞書で調べてから動画作るんだけど、頑張る。よし、頑張って12の言葉の意味を調べて、で漢字だけここに書いてあるんだけど、頑張ってその読み書くとその意味調べないようで、12の新しく覚えた日本語の単語を実行する実行さする配備する発見する、この日本語の単語も働かせてもらうからな。一つ目のことは強靭なんだけど、まあどんな小説読んでこんな言葉出てきたかをちょっと覚えてないけど、一応この単語は普段使わないと思うんで、もうさりげなく会話に入れたらちょっと何言った、強靭ってなると思うんで、まあでもとりあえず一応覚えといてね。まあゴードは強靭な人なんだからな。でもまあまあそんないちいち自分の体を威張るような人間はちょっと敬遠した方がいいと思う。まあゴードは敬遠しないでね。ゴードは別に、ゴードは威張ったりとか自慢したり全然大丈夫だから、このチャンネルでゴードは中心だから全然 OK で、そこはこのチャンネルはゴードを軸にして回ってるようなチャンネルなんで、ゴードだったら OK。 まあこのチャンネル頑張って生活の糧を得るために頑張ってるんだけど、まだお金にならないんだよね。まだ YouTube 待ちだよ、そこは。屈強という言葉また出てきたんだけど、まあさっきの強靭の言葉と似てると思うんだけど、屈強はまあ本当に何を読んでたんだろうな。まあどっちもまあゴードの肉体を描くような単語なんで、まあ婚約者たちぜひ今度使ってください。まあこのすがすがしい風を毎日吸える田舎で、まあ、屈強な肉体は育てられると思うんで。ちょっと何言ってるかちょっと俺も分からない。でもなんか一つの言葉を中心にして話すはちょっとなんか面白いな今思ったんだけど、その伝えたいこととかその意味、相手に自分の思っていることを分かるために話すんじゃなくて、この一つの変な一つの言葉入れるためになんかその周りの話を作り上げるのちょっと面白い。だからな、愚痴言わないでね。まあ愚痴という言葉は昔からしてるからね、もう日本語抜群。その日本語抜群のゴードにみんな一途でしょ。一途合ってる、使い方合ってる、一途。まあ婚約者だからね、自分結婚する相手に一途でないといけないんですね。で次の言葉度量なんだけど、度量さどんな使い方する？度量が広いっていうの、人の度量が広い、なんか心が広いと度量が広いがどっち、何が違う？まあどっちもゴードにはふさわしい言葉と思うんですけど、度量の広いチャンネルを作り上げも、まあこのチャンネル頑張っていくんで、ゴードの心がひがまないように頑張ります。いつか日本の頂点に立って日本人みんなの心をつかめる。まあつかめるという言葉、それもちろん知ってるよね。それぐらいの日本語をゴードわからんかったら多分このチャンネル成り立たないと思うけど、つかめる楽しかった、これまたやろう。よし、今度また最近読んでないけどもうちょっと小説を読んで分からない言葉書いてちょっと動画に使いたいな。なんか上手くなりそうやね日本語。そして俺はこれからライブに行ってドラム叩くんだけど、今日はお酒飲まない。
あのやっぱりストリップクラブで飲みすぎたよねっていうか、ストリップクラブで飲みすぎたっていう言葉自体やばいよね。ゴードゴードが言うような言葉じゃないよね、それ口に合わないまあストリップクラブで飲みすぎたのは事実なんで、今日は一切飲まないで、あの明日はちょっとだけ飲む。土曜日の早めな飲み会ちょっと楽しみよね。いつもよりゴードちょっと元気かもかもしれない。じゃあ明日みんなぜひ参加してね。じゃあね。